チャレンジフォーフューチャー FM ネックファイブ白らい方の土俵入りみたいな感じ両手がこう広がる感じねあこれ面白いねこれ人の格好をしてるんじゃないですかこれなんか多分ねかわいらしいでこれをどうすればいいのこれこれをここにもうねえこ,あこれ絶対ここへこうかぶせる感じでしょこれね でえ、やるのととりあ置いてからスタートするねこれ,これフライングになっちゃうのねはいわかりましたなんか空飛びそうだからフライング全然面白いはいじゃあいきますよはいえーじゃあいくぞ頑張るぞよーいスタートはいじゃあこれ立ってねえー、っとね多分ここの上にこうかぶせるんですよでこれねじるんでしょこれは何これは何よだってこだってこれ開いたらあこう ーー倒れそうになった今ああ、分かったこれ上からねじるんじゃんこれこう。あ、で、これ真ん中。入らないよ。あ、あ、入ってた。あ、入るとね、あの <laughs>、あのなに、この、なに知らぬ言い方になってくの、だんだん <laughs>。開いてくの、両手が。あ、万歳やったーっていう感じ。あれ、でも、上まで、え <laughs> ここまでったらどうすんのこれあ分かったもう分かっ,ちゃったもれ。てこてこの原理でしょこれこれあの白らぬいさんを下お下ろすんでしょこれええー、立ち持ちとつい払いがね両脇でこうぶら下がるみたいなほら,ほらほらほらだんだんいった怖い怖い怖いなんか怖いんだけど怖いんだけど怖いんだけどあれ開かないじゃないあぬっ開いた開いた開いた,ー <laughs> いたえポンとかっていうんじゃないんだんあシャンパンがシャンパンがパンっていうの <laughs> シャンパンだけに、はい、えで、はい、結果発表 !56 秒75。56秒 75! どうなのこれは。でもだって全然知らなかったんだよ。全然知らない人がさ、だからあの、原始人が火を初めてなんか持ちましたみたいなそ、そういう感じでつけた割にはさ、56秒で火つけたら原始人英雄だよ、絶対。えどうしたらいいのこれ、<laughs> 終わり 閉める <laughs> 終わり <laughs> えこれ10万円ロマネ・コンティっていうのはた高いってことでしょすごいねそうすると何開けるのがどうのこうのって影響するわけですか開ける時にもなんかそうですかいや今だけどこぼすとこだったよ危なかった今日中に飲まないとねこれね開けちゃったんだからどうしようかこのあと <laughs> はい閉、えー、めます 今日のチャレンジの模様は番組ツイッターにいい匂いだねこれどうしようずっとこれ漂ってんでしょえアップします。えナックファイブのタイムテーブルにリンクが貼ってありますんで、そちらからご覧になってください。えチャレンジモーニングの予想クイズの当選者は番組の終わりの方で発表いたします。以上、アロハタロのチャレンジモーニングでした